名鉄笠松駅に来てますね。竹花線100周年の、まあ、記念式典が先月あったわけですけども、ちょっとね、だいぶ出遅れましたが、私もお声をということで、まあ、行ってみたいと思います。駅のこのスロープの方の入り口ですね、こちらの方で、写真展がやっているということでね、写真展はこっちだということで、まあ、ここからはですね、まあ、駅の中が見れますけどもね、竹花線なんですね。左側に留置してあるものと右側にあるものが、まあ、おそらくね、もうじき出発する電車であると、まあ、個人的にね、気になった写真は撮ってきたんですが、西笠松昭和53年ですね。まあ、こんな感じの駅舎がありましたね。この写真は開業当時の南宿駅だそうですね。当時の鉄道員さんの制服ですね。それとか、まあ、町の、ね、名士の方たちと思いますが、服装がやはりね、昭和の初期であると。昭和ではありませんね、これ大正10年開業だそうです。これはちょっと渋い写真ですね。昭和の62年の笠松駅だというんですが、私が高校生ぐらいの時ですかね。この3700はね、もう毎日ね走ってまして、まあ、散々乗りましたんですが、嫌いな電車だったんですけどね、今見ると懐かしいですね。本当に竹花線はね、こればっか走ってたっていうイメージがあるんですよね。このデザインがね、本当にだるまみたいでどんくさいっていうか、本当嫌いだったんですけど、今から思うと本当にあの味のあるデザインだと思います。まあ、貨物列車新店ということですね。昭和の17年の撮影だそうですが、まあ、電動貨車ですよね。まあ、電車の車体を貨車にしたようなものでして、ですから当時、まあ、これ戦前ですかね、まあ、まだトラック輸送がない時代はね、こうして鉄道が貨物輸送をやっていたわけですね。これも貴重な写真ですが、昭和35年、西笠松駅ですね。ダブルループの電車となってまして、まだ600ボルトの時代ですね。最終的には600ボルト電車は揖斐線、谷組線あたりにね、最後まで残りましたですね。これも昭和35年の西笠松駅だそうですね。35年西笠松駅、ちょっとこれ反射ライトが反射してしまってね、私が映ってしまっているかもしれませんけど、これも西笠松ですね。ヤードが広くてね、これは西笠松から岐南方面に出発したところですね。貨物扱いをしてました。ここら辺に手前の方にね、日通の何ですか、倉庫があった場所ですね。昭和35年、主にこのくらいの写真ですね。まだ他にもちょっとあるんですけど、新しい電車のものもあります。今ね、名古屋方面から電車が来たわけですが、いわゆるこの加門岡崎のね、ラッピング電車ですね。観光訓練ありますですね。このようにホームがカーブしている、これが笠松駅の特徴ですね。今はですね、ああやって歩行橋でね、
向こうのホームに渡ることになってるんですけど、私が子供の頃はですね、そこに変電所がありますね。この辺りです。だいたいこの辺りに、渡りがありましたんで、まあ多分そこでしょうね。ここからここら辺にあの遮断機があって、渡って、向こうの方ね、ホームに渡っていましたですね。この変電所もね、非常に昔ながらのものでして、非常に歴史のあるものです。ここもいい感じのカーブですね。あ、早速電車が来たのかな。あれは自動車でしたか。違いましたね。こちらがね、ホームの端っこ、岐南方面を見ておりまして、先ほどね、特急が通過しましたですね。ここにいつもの三菱のね、軽トラモーターカーがおりますね。今日は特に工事用の車両はいないという状況ですね。ホームは3本となっておりまして、ここからね、信号が今鳴ってますけども、岐南駅の方面からですね、列車がやってくると思われますね。まあ昨日ぐらいまで大雨でしたね。今日は高山線の飛騨号も運休ということでね、まあ名鉄の方をね、取りに来たわけですね。竹野線100周年ですね。この金魚鉢電車もここのところですね、ここに、まあ、このマークがあったということですね。ヘッドマークはどこ行ったんだと、ね、言ってましたんですが、一応ついていましたね。まあ、個人的には6000系でやってほしかったなと思うんですけど、まあいろいろな運用の都合上ね、こうやってやってるんだなってことが分かりました。竹穴線の方もカーブしてるんですけどね、ちょっとこの今この3400がいるためにカーブがうまく見えなかったですね。岐南方面からまたやってきましたですね。普通の須賀口とありますね。この今ね、画面中央にあるこの渡り線、竹穴線は今の岐阜まで行きませんけど、岐阜から行ったり来たりしてた時はね、この渡り線を通ってこっち側の線路にね、入ってきたわけですね。まあ日が暮れてきましたですね。このように駅がね、左
左にカーブしておるものと右にカーブしているものがありましたね。なんかこう三角形のような感じでこのまあこう分岐していくというんですかね、二股に、線路が分かれていくというね、そういう特徴があります。やってきましたですね。これはなんだ、特急か。だいぶ暗くなってきたのでね、うまく映るかどうか分かりませんけども、萩原線ですね、出発いたしますね。ちょっとカーブの感じが微妙にうまく映らなかったようですね。ありがとうございました。笠松です。お忘れ物をなさいませんようにお降りください。結局この電車にも100周年ヘッドマークはなかったようですね。まあそうですね、私のイメージとしてはやっぱりどうしてもね、大須の方行くあのまあなんていうんですかね、こののどかなね、あの光景がなくなったあたりでちょっとまあ竹原線もね、感じが変わっちゃったかなという気はしますけども。まあ、そういうことでね、まあ、今日はこの辺りで、名鉄の笠松駅でした。以上です。パノラマスーパーがやってきましたですね。近くで見れる機会ですから、見ておきましょう。ただし、まあ真っ暗ですね。ちょっと見えないですかね、これね。チュンチュンと言ってますが、こんな感じですかね。